サンクトペテルブルク不死教イシドル1892年9月7日、いずれもユリウス歴、カッコ内は、グレゴリオ歴換さんは、政務会員時代のロシア正教会において、1860年から1892年にかけて、ノブゴロド及びサンクトペテルブルク及びフィンランドの不死教として、政務会員の主席にあった不死教。俗名は、イヤコフ。 セルゲイエビチ・ニコリスキー。ニコライ・カサート・キンは、日本正教会への伝道資金、大聖堂建設資金集めのために、ロシアに2回目の一時帰国中、サンクトペテルブルク滞在中に、当時サンクトペテルブルク不死教であった、イシドルを繰り返し尋ねている。その際、生活上の指導、聖堂建設についての助言、及び、日本正教会の伝道に必要な資金面の、 支援など、各種支援を受けた。その結果、日本選挙のための組織、日本ロシア政教電動会社が設立され、ニコライ・カサート金が電動会社社長に就任した。ありがとうございます。